皆様ごきげんよう。28年365日着物を着ております、着物アドベンチャー香織です。今日はインフルエンサーのナッシーさんがいらしてくださって、私のこの KPG ヘッドドレスをつけて皆様にご披露したいと思います。こんにちは、ナッシーです。よろしくお願いいたします。この KPG ヘッドドレスですが、簡単プリティーゴージャス、私が毎日着物を着ますので髪の毛をアップするのにすごく時間がかかるので開発した商品です。皆様は髪を上げるのにどのぐらいお時間かかりますか？これはたった10秒でこの髪型になります。実は私もショートなんです。またそれは細かく皆さんにお見せしますけれども、今日はこちらの商品をご紹介いたします。色はブラック、ピンクベージュ、オフホワイト、レッドにシャンパンゴールドになります。こちらの KPG ヘッドドレスがピンクベージュになります。似合いますね。可愛いですね。ありがとう。後ろはこういうふうに大きなバレットになっていますので、髪の毛も留めやすいですし、あとセーターやジャケットにお留めになることもできます。個数限定販売になりますが、概要欄に入れておきますのでよろしければご覧ください。この KPG ヘッドドレスはいろんな方たちがご使用くださってますが、本当に簡単で誰でも10秒でプリティーゴージャスになれる魔法のアイテムです。これはスパンコールが入っております。特別なものなんですけれども、こちらはご購入いただいた後に必要であれば、三河健一さんとかのスパンコールをつけてくださっている海野先生がつけてくださいます。
KPG ヘッドドレスはお着物だけでなくドレスやお洋服の時にもお使いいただけます。私は着物を着替える前は胸が開いたロングドレスを着ています。髪も、まあ、今は、いけないんですけれども、いつもはジムに行って毎日泳ぐのでもっともっと短いんですけれども、こんな感じに髪の毛になっています。では髪の毛を作っていきます。ここをピンで留めて、こちらもピンで留めて、こういう輪ゴムですね、小さめの輪ゴム、あの髪を留める輪ゴムで半分に分けて、私は 2箇所でしますので、ゴムで留めて、こちらもゴムで留めて、こんな感じで出来上がりです。簡単ですので、ぜひ皆様もなさってみてください。